皆さんおはようございますすす平でで今日日、日が12月22月水曜日ですね、えっと、ちょっと質問、まあ、答えていってるんですけどこれ結構皆さんも重要なことだったりするのでこれちょっとお答えしますねあの年末年始の迎え方この期間結構年末年始の、えっとまあ、過ごし方についての話の中で 神、まあ、棚だったりとか、お供え物だったり、掃除だったりって話をしてるんですけども、えっと、神社に行かれる方が多いと思うんですが、この神社に行かれた時に、ね、対してもちょっと重要なことなので、ちょっと先に質問に読みます。質問です。主人の実家で義理の母と同居しております、えー。義理の父は20年前に他界しており、私もお会いしたことがありません。教冊がずっと義理の父のものなのですが、良いのでしょうか。同居した時は他界して3年くらいだったので、義理の母の気持ちもあるので、と思っていました。が やはり義理の母でも主人でも生きている人の表札にすべきなのではと私は、えー、気になっています悪くなければいいのですがどうでしょうか悪いことはありません、あのー、ただ今生きている人たちが家の中にいて基本代表となる人は男性です、えー、家を建てた家主の人か、まあ、そこに、えー、家族である長男とかっていう上の人を指していくんですけども男性 がいなければ、その家で一番年配の女性っていう風になったりするんですが、この、まあ、できればね、あの、ご主人のものに変える方が僕はいいと思います。で、なんでそうかというと、で、最初に言った神社と何の関係があるんですかっていうことなんですが、皆さんも神社でね、えっと、これはね、僕は、まあ、言った通り、前から言ってる通り、あの、神様にご利益っていうもの自体を期待しているわけではありません。ただ、 あの昔からあんまり行く習慣がなかった時に神社に連れて行かれるようになってそこでやった時にやっぱり教えられたことが一つはまあ、えー、どういう、まあ、これ地域によってはいろいろあるところもあったりするんですが最初に二礼してで手を叩きその上で、えー、唱えるべきことを唱えたらあとは一礼して去るっていうのといろいろあるんですけどねあの神社の道の真ん中を通るなとか結構先生に厳しく教えられてで手を叩く時にもこう。 ここううすする人いいらっしゃいますよね、こうでパンパンって最初にこの手をこうすり合わせるこれでの意味合いって皆さん知ってたかどうか分かりませんけどもこれは僕たちの世界と神様の世界を一つにするって意味合いらしいんですよその上でずれてる僕たちのいる世界と神様のいる世界は違うのでそれを、えー、その瞬間だけ合わせて神様とつながるっていう意味合いで手を合わせるときにこうやってすり手って言ってこうやってプッて合わずらしてず合わせるっていうのをやるんですがまあ そう言った時きに、何を言うのかはそれぞれでいいんだけども、必ず自分の名前と住所をお伝えしなさいと。住所まで言うんですかって言ったら、そうだよって言われて、あのやっぱりそこに、えー、と神様がいるっていうことが前提であるならば、名前と住所をちゃんと言ってあげるとですね、あのだから神様って忙しいって言うんですよね。あこの人のとこに行ってあげよう、あの人のとこ行ってあげようって言って、名前と住所を言ってあげられると、えー、ちゃんとそこに来るしっていうし、 あのその時に言われたことはもしお願い事があるならばお金持ちになりたいとかお金が欲しいとか恋人が欲しいとかっていう、えー、なんて言うんだろうあのざっくりとした言い方をするから分かんないんだよって言われてお金が欲しいってどれぐらい欲しいのかってと細かく伝えろって言われたことがあってだから皆さんもお金持ちがいいとか宝くじに当たりますようにとかって言っても確かに10枚買ったら1枚当たりますよね。 あの神様はそこまで分かんないでほら一万当たったよみたいな感じになっちゃうからどれ具体的に叶えてほしいことは言いなさいって言われたこともまあその全てのことを理解するようになってまあ神社でお願い事はしませんけども来た以上は名乗ってその上で住所を言うことが重要だよっていう教えは今でも言われることなのであのでそれに対して札がないいと分かんんななって言われるんですよねなので住所を言った後にちゃんと家の前に表札があるっていうのかでも まあね、僕の地域は結構田舎だったりするので、まあでも東京でもあるな、見るな、結構歩いてると、もうビル街にダダダーンってある中にポツンってある一軒家とか、まあ昔からのジネスさんだったりとか、お金持ちの人なんだろうな、みたいなところには、デデンってこうね、表札がやっぱり置いてあります。結構フルネームとかでもそうですし、まあフルネームじゃないといけないことはないんですけども、あの、表札があって住所行ってあげると神様は来やすいっていうし、これから先今皆さんは年神様を迎えるための準備をしてらっしゃると思うんですが、 えー、表札があった方がいいです。だから昔、お俺、ほんと、今 <laughs>、まあちょっと恥ずかしいなって思ったけど、あの、東京に住んでて、ボロアパート住んでた時に、大体表札なんて出せないじゃないですか。でもね、ちゃんとね、俺、あのー、貼ってたんですよ。サイルをて、バンって貼ってたんで、うこうやってやる方がいいんですかってっそうだよって言われて。で、まあ嘘かとか、いや、でももしかしたらそうかなって思うようなことも、ちょっと、いや、あるかって思うことはあるんですけども、確かに神社に行った後に、えー、なんか、 カチャカチャって誰かが入ってきて、いや、もしかしたらただの空き巣かもしんないけど、なんか、入ってきた気配がしたんですよ。だから、それ、名前書いてたから分かりやすく、分かりやすかったから来たんだよって言われたんで、うちの師匠からですね。だから、えっと、表札はあった方がいいし、今、えっと、健在の方。 で年配の人や長男とかその家の主である人の名前を表札にしておく方が分かりやすいですでその人が目印となっていれば名字だけでもいいんですよ今個人情報の問題もありますのでな,な,な,なかなか表あのフルネームってことはないとは思うんですけどもやっぱり家は表札があった方がいいですで鈴木、えーえーえー、じゃないあのなんだろうえっ、ー、と名、うん、字だけでもいいのであの置いてあるだけでいいと思いますなのでそうやって言ってあげる方が神様は来やすいし、えー、何かしらのものが 神様から言うご利益っていうものがもしあるんであるならば住所と名前を言ってあげる方がいいですよっていうことをしっかりと覚えておいてくださいなので表札はもともとあったものはもともとあったもので下げてその上で、えー、今健全な方に変える方がいいですよっていうのとこれ何回か言ったけどもう一つあって質問があります喪、えー、中の時でも締め飾りって飾っても大丈夫でしょうかってことなんですが これね、夢中の期間をどれぐらいにするかっていうのが結構いろいろあるんですよねだからもうその年の初めに亡くなった人がいたとしてももうその1年間は夢中だと考えた上で出さないところもあったりするっていうので僕はそれぞれのこともあるだろうしとは思いますけども、えー、最近その話をしてた師匠からいや基本出さないんじゃないのって言われたんで <laughs> どれぐらいの期間をそうだと言ってるのか分かりませんけどその人の気持ち次第で考えると出すからダメだとか出さないから 悪いとかっていうことではなくて、うん、締め飾りっていうものはその人の気持ちです、重いとね。なので、まあ、そういう感じじゃないかなって思うんであるならば、あのそれを出さなかったからといって、何でも言いますが、年神様が来ないとか、来るとかっていうわけでもないと思ってます。なので、それは覚えておいてくださいっていう感じですからね。はい。えー、っと、まあ、今日はそんな感じです。で、ちょうどですね、今ここに、明日この話をしようと思います。これ、この話って言ったら、木村玲子先生っていう方ですね。 えー、この方が出した本、えー、海運不顔。これね、まあ僕実は木村玲子先生と一度ぐらいお会いして一緒に食事をしたことがあって、まあ気さくな方で明るい方なんですがまあ綺麗です。60過ぎてますけどね。確かに過ぎてたよね。俺間違ってたらごめん。なんか、いや、過ぎてます。いや、うん、本当に。<laughs> すいません。あのね、面白いですね。今ちょっと読んでる途中で、まだ出たばっかりなんですけども、これね、女性は絶対読んだ方がいいと思いますよ。 ちょっとこの中の内容を明日の動画でちょっとね、今これを自分の中で今紹介してるので、これをちょっと紹介できたなと思ってるので、ちょっとぜひおすすめの本です。あの、なので、あのー、明日でもご紹介しようと思いますけども、えー、ー顔、この先生曰く顔、うんっていうのはね、あの、9割顔に出るって。まあね、って思います。昔僕何の,かの本で読んだのかな人は見た目が9割っていうね。 えー、確かになっているそれこで全てだとは言わないんですけどね、確かに重要なことだなって思うことの中の顔っていう部分が書いてありますので、明日この中の内容で、皆さんの今の生活に役に立てる何かってやつを一つご紹介しようと思いますので、えー、楽しみにしておいてください。今日はこれぐらいです。いきます。喋るのが早いって言われましたね、すいません、癖なんですよね、気をつけます、ゆっくり喋るように気をつけます。ということで、おっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。